ピタパピタッパベーシックカードピタパベーシックカードとは、スルッと関西が発行している、ポストペイ方式の IC カード、ピタパのうち、ピタパの機能のみに特化したカードのことである。本校では、保証金予託性ピタパベーシックカードについても記す。ピタパの中でも、最も標準的なカードであるが、他の交通系、IC カードなどと異なり、 ポストペイ方式を採用していることから無記名式のカードは存在せず、自動券売機等での即時発行は行われていない。2009年12月のカップ販売法の改正に、伴いピタパベーシックカードをはじめとするピタパそのものが同法の適用対象となり、発行元であるスルット関西が信用情報機関に加盟したほか、ピタパの重複発行禁止、 引き落とし遅延時の遅延損害金計算率の見直しが行われている。ピタパそのもので信用取引を行うため、クレジットカード等を別に用意する必要はない。カード発行承認や債務管理は三井住友カードに委託されており、ピタパコールセンターも三井住友カード大阪本社内に設けられている。上述のようにピタパには1枚ごとに使用者が紐付けられており、 以下の会員区分に分けられている。子供用を単独で申し込むことはできず、必ず親権者の家族会員として申し込む必要がある。小学決済を前提としていることから、本会員、家族会員の合算利用額に対して、以下の利用枠が設定されており、これを超えて利用することはできない。入会金、年会費無料を謳っているが、 ピタパご利用代金通知書発行ごとに100円の発行手数料がかかる。また、1年間に一度もピタパ決済を使用しなかった場合には維持管理料が発生する。ピタパベーシックカードは以下の方法で申し込む。いずれの場合もクレジットカード等を申し込むときと同様の項目に記入する必要がある。また、決済区分を整形費決済。 事業費決済から選択する必要がある。クレジット決済にあたり、信用情報の審査の代わりに保証金を納入することで発行されるカード。ETC パーソナルカードに類似したシステム。あらかじめ1ヶ月の利用枠を5万円以内1万円単位で設定し、申し込み窓口に利用枠の4倍の金額を保証金として納入することで利用可能となる。 交通機関の運賃決済にのみ利用可能でショッピングサービスには利用できない。また IC 定期券を同梱させることもできない。また発行にあたっては一定の審査が発生することも明記されている。申し込み窓口はピタパコールセンターではなく、スルッと関西本社内にあるピタパお客様相談室にあり、同所に電話して申し込み書を取り寄せることになる。 ありがとうございます。